最後は牧野が立ちはだかります。ただいいシーン見られましたね。うそうですね、まあ、やっぱりねあそこで結果としてシュートで終わるだったりパスで終わるっていうその結果の部分欲しいですよね。さあここもオナガが行く、倒されたがファウルがあった。 PK です。いやいい仕掛けだったな今。長崎に先制のチャンスが訪れました。ペナルティーエリア内で浦和のファウル。遠藤のファウルです。倒されたのは尾長。いいタイミングでボールタッチ入れましたね。遠藤は納得がいきません。ここまでの2試合で1枚イエローカードをもらっている遠藤です。わあ、柏木と青木が西村主審に最後までアピールをしていますが認められません。まあ、映像を見る限りではね引っかかってますけど、そうですね、やはりその、ね、小中選手がタッチを入れたその先っていうところがひょっとしたらこう触れてなかったっていうところだったりっていうのはあるかもしれないですね、はい、今シーズン PK は初めてになりますが蹴るのは鈴木武蔵ですね。さあ守るキーパーは日本代表に復帰をした西川、リオオリンピック代表の鈴木武蔵。さあどちらが勝つか。長崎先制、前半44分、鈴木武蔵2試合連続得点。冷静でしたね、まあ、今のはねしっかり西川選手の動きを見て、まあ、逆つきましたね。さあ長崎はね我慢した結果っていうのがねこうやって点に現れる、まあ、あとはね後半に向けて本当にこう体力的なところですよね長崎はね。見事完全に逆をつきました。落ち着いていました鈴木武蔵、2試合連続得点、今シーズン2点目です。今日が通算 J1100 試合目の出場、メモリアルゲームにメモリア